この周辺には何十年も人は住めません。核は人知の及ぶところではありません。公開質問状の回答がありましたが、そこには目を疑うような文言が書き連ねてありました。すなわち3月市議会において東日本大震災で発生した災害廃棄物の処理に関する意見書が採択されと、市長発案の本件の責任を議会に丸投げしています。そして、そして決議では個別の質問などに関しては答弁いたしかねますが、今後必要に応じて市のホームページなどで質問などに対する回答をしてまいりたいと締めくくっています。それから1ヶ月以上経過しましたが、6月11日付ホームページで本日の説明会の開催告知が1件のみで、何一つ質問などに答えていません。1月に市長が言い出してから半年間、瓦礫の拡散焼却がいかに無謀なことであるか議論され周知のこととなりました。試験焼却したところから放射線量が跳ね上がるというデータも報告されています。そうした事実をきちんと掌握されていますか。観光都市、世界農業遺産都市輪島での強行がどれほどの悪影響が出るかを本当に認識されていますか。こうしたことにどのような責任をお考えですか。健康被害、風評被害に対し一自治体の長が責任を取れるとお考えですか。国が責任を取ってくれるとお考えなのですか。補償で取り返しのつく問題ではありません。そもそもクリーンセンターの地元である三谷町では説明会さえ開催していないとのことです。三谷町区長と梶文明市長官に交わしたゴミ処理事業に伴う協定書第10条には、こう輪島市長梶文明は他市町村の廃棄物を受け入れしないと明記しています。にもかかわらず、それを保護にする振る舞いは断じて許されません。輪島市民、とりわけ三谷、光浦、輸入町の皆さんにこの間の暴挙を反省してまずお詫びしていただきたい。その上で瓦礫受け入れの白紙撤回を表明されることを申し入れます。追記して、今ちょっとここに書かれてはいないんですけど、サンプル調査はあくまでもサンプル調査です。実際、各地で受け入れて、線量が跳ね上がり、環境汚染が今広がっている状態です。時間も、はい、分かりますのですけども、何も長々と僕はやろうと思ってるわけじゃない、今のやり方にしても、きちんと節度を持ってやってますから、そこは梶さんもやっぱり、きちんと受け止めていただきたい、それでですね、例えばさっきのね、